寝癖がはい、メホリです今日紹介したいのは、えー、今日アマゾンから届きましたこちら、えー、宮武和隆といえば、えー、宇宙戦艦ヤマトマクロスダンバイン、えー、宇宙の戦士、えー、エウレカセブンなど あありとあらゆるです、ね、子供時代にかっこよかったものの後ろには宮武がいるっていうそういうあのメカニックデザイナーです、えー、横須賀市在住なんですけれども2015年の10月から11月に、えー、世界三大記念館三笠で、えー、原画展を行ったんですねでその時の、えー、図録みたいなものです、えー、カラー原画そのもの 4×5 のポジ撮影線画を本当に ものすごい高解像度で、えー、とスキャンしているので本当に原画そのものの,あの持っている宮武さんの線っていうのものすごく細いんですけどねものフリーハンドで描いてるにもかかわらずものすごいあの機械で描いたような細さなんですけれどもそれで均一な線なんですけれどもこれが画集、えー、の中では非常に、えー、忠実に再現されています。エウレカセブンしししのののののの僕としましてはは、ね、今回の見どこころはカバーのこの絵、えー、ベルフォレストの街の こちらは書き下ろしですカバーを取りますとですね下絵も見ることができて、えー、現実のを背景にした美しいデザインが見ることができます、えー、マジンガー・ Z の透し図あるいはスーパーバードそしてこちら、えー、問題なのが宇宙戦艦ヤマトのこちらの図ですねこれ注目してほしいのがですね あの右側から左側に視線が動くにつれてパースが変わるんですねこう時間を表現しているというふうに宮武さんはおっしゃっていますそしてハインラインの「宇宙の戦士」2年前のトークイベントではですねハインラインの本人のサインと宮武さんの色紙などが作られたというのがお宝なんですけどもこちらも収録されています でマクロス、ダンバイン、ガンダムシード、いくらでも図録はあるんですけれども、やはり一つ推したいのが、このエウレカセブンの塔のデザインです。え製造権に届くほどの構造物を人間が作る場合には、もはやこう山みたいなものではなくて、入道雲や積乱雲みたいなものになるだろうと、そういうふうに直感して、えたくさんの書き込みがされています。これがねあの、スカブコーラルは例えばどういうふうに見えるだろうかとか、この建物の中、どういうふうに人が住んでるだろうかといったような、 アニメでは必ずしも使われなかったかもしれないんですけど宮武さんがデザインするにあたってどんな世界を思い描いていたのかっていうのがこの細かい書き込みから分かってくるのでこれを一つ一つ読んでいくのがねまた楽しかったりするんですよ。こちらの「図録」の最後にはですね2年前の展示会の時に加藤直之さんやスタジオの上の森田さんなどが集まってやった あの座談会の様子だとかもあのちゃんと最後に添付されていますしもう本当にあのファンの人だったらもう絶対の保存版ですのでちょっとよっ高いんですけどね4300円ぐらいはするんですけどもまあファンなら買って損はない本だと思いますのでぜひお求めいただければと思いますそしてですね今週末に横須賀市で実はサイン会がありますもうほとんどねチケットないかもしれないんですけどもし余っていたならばぜひ来ていただければと思います会場は えー、世界三大記念館三笠で、えー、中で、えー、前後半に分かれて再開、えー、を行う予定です、えー、その様子についてもちょっと取材してくる予定ですので、えー、またビデオにしたいと思いますそれでは今日のところはこれまでどうも